どうもかんチャンネルのかぜでございます。今日はあのことについてちょっと喋らないといけないことがやってきたようですね。ちょっと現場に行って また戻ってくるかもしれないけど、はい、ちょっと現場に行ってきます。正直に今回お話しさせていただきます。くー、今日眩しいね。さっきまで雨だったのに。はい、というわけでどうも勝村工務店でございます。もう季節外れになってくる。もう今草刈りとかね、シーズン終わりつつあるんですけども、終わり際にようやくやってきました。はい、オレゴンの、シュレッダーブレードでございます。我が牧田先輩のわさびさんがね、使ってんの見て、うわめっちゃいいやみたいな、何これみたいな。もちろん気をつけるところはいくつかあるんですけども、うまく使えばすごい効率的に草刈りができるっていうか、ちょっと固めの なんだよ雑木林っていうかさ、そのもうサマサマサーってなってるところですごい便利なやつなんですよ。うわ、来たというわけでこちらになります。でーんと、あ、しかもメイドインフランス、そうなんだ。これとこれは使わないので、おそらく。はい、というわけで本日はこれを使って行ってみたいなと思います。わ、すーげーガチガチで、あともう一つ言うと重たいわ。ただだからこそパワフルな切断ができるということでございますね。マックス RPM が1500回転ですね。まあ、というわけでちょっと取り付けてやっていきましょう。でちょうどいいのあるのよ、ここいっぱい。待ってね、まずはロックさせて、で逆ネジになってるからね、こっちか。はいはいはい、この逆ネジってのがどうやらあの緩み止め、回転させるときに緩まないようにみたいな感じでこの逆ネジになってるんだってさ。よっこいせ、おいで、こちらでございますね。はい、よっこいせして、いけるか、よし、しっかりと、キックバック起きたときに危ないので、ちょこちょこ緩みチェックなどしながらね、行こうと思います。おお、こういうことか。はい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 、というわけで行ってみますか。まあ重いですどうやらこれ2枚刃ってやつもあって、2枚刃の方が軽いみたいですね。私は3枚刃の方をちょっと手に入れました。あと刃の枚数が少なければ少ないほど、まあ、キックバックとかそういったやつをしやすいみたいな。だからある意味こっちもね、キックバックするんだけども、まだマシで、こっちの方がより激しくキックバックするので注意が必要でございます。ではちょっとやってみようと思います。なるほど、うわ違う、え、ガチシュレッダーじゃん。ちょ、わかるかな、この上からね、こうやるのに、いくよ、うわ、すげえぞこれ。ちょっとさ、わかる？ほら、長い一本もんじゃなくてさ、ほんと軽くシュレッダーかけて倒していきますよっていう、そういったものなんだこれ。威力がすごい。だからうちが使ってる山だと、まあ、全然この、まあ、笹の葉程度なんで大したことないんですけど、もうちょっとね、あの太めのやつとかであってもシュレッダーでいっちゃうみたいな、まあ、ちょっとやっていきますか。Wouldn't you?
はい、今ちょっとその辺やってみたんですけど、やっぱこのスーッと上からね、このシュレッダーをかけていくみたいな気持ちいい、すげえ気持ちいい。ただやっぱりこの刃が大きいだけあって、普通の草切り機の刃ももちろん気をつけるんだけど、石とかねチッ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 ってなるんだけど、やっぱそれによるキックバックは比較的大きめで、あのほんと石そこら辺はねすごい気をつけて使わんとダメだと思う。確かにキックバックはねこれ怖いものがあるので、そこら辺気をつけて使う必要性はあるんだけども、いいよ。今のところ確かめたんですけど、緩みとかそこら辺も大丈夫でございました。そんでここまで成長するとね、普通の草刈り機の刃じゃちょっと厳しいんですけど、これだったらねいける。でも幹太いでちょっと怪しいけど、ちょっとやってみようと思う。これ結構しんどいんですよね、こんだけ太くなるとさ。行ってみるか、この毒の実。わわわ、いけるね。いやこういうね、なんか背の高くなったやつ、ただ下になんか何あるかわからんからそこだけ気をつけんだかんけどさ、こういう背の高くなったやつでもいけるっていうのはやっぱ大きい。上からこう崩すようにさ、はい、というわけで今日ちょっとシュレッダーブレード使ってみたんですけども、特にねあのこういった山、斜面危ないからあれだけどさ、あの山とかで茂みみたいになった場所ですごい効果を発揮するんだなと。最近この草刈り動画結構楽しくてさ、プロの草刈り師の動画とか見てたんですけど、もう本当に大変なとこになるとこれ2枚刃とか3枚刃のやつが出てくるんですよ。なるほど。ほんであのやり方もさ、こんなんよ、こんなして切るの、上から下にガガ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 みたいな、へえみたいな。自分はちょっとそこまではできないんだけども、へえそんな風にフレキシブルにこれ使うんだみたいなね。いやほんとなんだろう、草刈りって奥が深いんだなってすごい感じました。いやいいね、楽しいね。まあただやっぱ一番のポイントは若い芽を早めに摘んでおこうで、成長すると成長するであの大変大変なので、やっぱこまめにね草刈り、そちら頑張っていきたいなと思います。絶対そっちの方がいい、はい、というわけで本日はこんなところでまたお会いいたしましょう。バイバイ。